テテン、アンケート結果の報告です。テンテテテン、討伐カレーしてませんか。52票、チャート、資産残高、見る回数が増えた。テラペーラ、仕事中も株のことが頭から離れない。テラペーラ、どうしたらもっと稼げるか気になる。テラペーラ、挙動不審、不審者レベルで何かに怯えてる。テラペーラ、何も気にならない、いつも通り平常運転、心身健康。テラペーラ、テンテテテン、さて、上がっても苦痛、下がっても苦痛なのが相場でしょうか。このバブル相場で最も投票されたのが、どうしたらもっと稼げるか気になるとのことでした。テテテン、さて、これがどういうことかというと、この相場で今からどうやったらうまく立ち回れるかという思考回路だと思います。焦燥感が透けて見える感じでしょうか。こういう時は自分にとって都合、耳障りが倍以上しか受け入れなくなりがちです。現状、目につく情報といえば、株をやらないやつはバカというベクトルでしょうか。賢明な投資家は靴磨きの動きが止まって見えます。ドラゴンボールの世界観でしょうか。私が買い煽り動画を出したのは去年の3月です。今更買ってとは言わないし思わないわけです。テテテン、ユーコリン、ホリエモンがバカにするわけですが、争いは同レベルでしか起こらないわけです。どっちもどっちでしょうか。どちらも無知の発想に刺激的なワードでインプレッションを稼ぐノイズでしょうか。情報の発信には文字、時間、制限があり、知ってる人の思いが知らない人に伝わることはあんましないわけです。表面しか見てないと言ってることの本質にはたどり着きません。ユーコリン、ホリエモンも経験してこその発言なわけです。未経験の靴磨きがああだこうだ勝敗を考えても、そこに本質深いもなくあるのは不毛な論争、こじれと無駄な時間の消費でしょうか。 SNS は燃えると金を生むので、適当に一丁かみしとけば養分から金がもらえるわけです。現代の宗教なんでしょうか。類は友を呼ぶ、引き寄せの法則というものがあります。投資家リバチチャンネルの周りには賢明な投資家さん集まってほしいものです。テンテケテン、不幸中の幸い、は、時点で何も気にならない、いつも通り平常運転、心身健康、は、投票されていることです。投資の値動きにストレスレベルでドキドキするようでは、それは投機、ギャンブルであり、軍不相応のトレードです。こういうお猿さんたちがインデックスを前倒しで買っても、相場が下がると売る、投げるわけです。本質がわからないと無意味な行動をしがちです。まあ、失敗は成功の母なわけで、生き残ってたら投資なんかはクソ簡単なモニゲームだと思うようになるのでしょうか。生き残って真面目にやってたら勝手にフィールドは変わるのかと思います。私もチャートは多く見るようになりましたが、歴史的な相場の生き証人となるために高額のために眺めてます。私は賢明な投資家なので、今はもう過去です、未来は今です。ということで、私は何も気にならない、いつも通り平常運転、心身健康に一票でしょうか。今から晩ご飯の買い物です。好きな時に好きなものが食べられる、これで十分幸せです。明日上がる株よりも今晩の食事の方が気になります。笑い、テテテン、私のムーブにご賛同いただける視聴者様もいて、それもまた幸せです。正解不正解は結果論です。そんなもん決めつけても時間の無駄です。今日の不正解は明日の正解になるのが世の常です。逆もしかり、過去をほじくり返せば間違いも多いわけです。足の引っ張り合意する洗脳側に骨をされるより、これからをどう生きていくのか考えた方が建設的です。人生なんかはなるようにしかならないわけです。この相場で浮かれない自分がなんか好きです。過去の自分が頑張ってくれたから平常でいられるわけです。自分を嫌いになってしまうことは辛いことです。美味しいもの食べて自分もローワってあげましょう。テンテケテン、アンケートのご協力いつもありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。テテテン、テテテン、ご清聴ありがとうございました。